金河新年2024年1月の1日明けましておめでとうございます。2023年は大変お世話になりました皆さん。2024年本年も何卒よろしくお願いいたします。本日一発目、新年一発目の動画と、なっておりまして、持ってきましたドラゴン族ドラゴン年を記念する辰年記念金河新年ディープアイズ FTK です。ドラゴン族いろいろねモンスターいるんですけども、あのちょっといろんなドラゴン族モンスターの効果読んでて、まあ一番なんかその新年を、まあ、クソみたいな迎え方できるなと思ったのが、こいつになってまして、このディープアイズホワイトドラゴンというモンスターですね。まあ映画ではね結構かっこよくあのカイバー社長が使ってて、まあ思い入れが強い皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、このモンスターなかなかのクソ性能をしてまして、自分のフィールドの表側表示のブルーアイズモンスターが戦闘または相手の方で破壊されると、このカードを手札から特殊召喚して自分の墓地のドラゴン族モンスターの種類かける600ポイントのダメージを相手に与えるっていう効果があるんですよ。まあ2番3番いろいろあるんですけども、この1番の効果、ドラゴン族モンスターを貯めれば貯めるほどまあダメージが上がるというね、そういう仕様なんですよね。だからまあ、辰年にふさわしいドラゴン族モンスターの、まあ、魂をすべてこのモンスターに吸収し、そのダメージを相手にぶつけていくと、まあ、これをですね今日はね決めていきたい。まあ14種類ですね、14種類、ドラゴン族を墓地に貯めればワンキルができます。あのブルーアイズが破壊されればね。で、今回はちょっと自作自演で先行でこのディープアイズホワイトドラゴンの、バンダメージの8000以上を削るべく、いろいろデッキを組んできました。なんか意味のわからないあのギミックが入ってるんですけども、これちょっといちいち説明するのめんどくさいんで、見てください。はい、まあ、簡単に説明するとなんかいつものあの激キモ最強ギミックによって、コンボパーツをかき集めて、で自分の墓地に、ね、ドラゴン族モンスターをめちゃくちゃ叩き落として、めっちゃ叩き落として、でサンサーラでディープアイズ回収して、ほんでヤジロベーダーで相手の盤面に送りつけたヤジロベーダーでブルーアイズ破壊してもらうっていう、まあそういうギミックですね。はい、まあちょっと見てもらわないと分かんないかもしれないんで、はい、やっていきましょう。金河新年今年もよろしくお願いします。今年もクソデッキいっぱい作っていくんで、チャンネル登録およびグッドボタンおよび低評価ボタンよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。明けましておめでとうございます。どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソデッキ製造工場へようこそ。工場長の龍です。2024年が、開幕しましたが、皆さんどんな、どうお過ごしでしょうか。まあ、この動画撮ってるの全然2023年なんですけどね、2023年の12月の22日なんですけど、あの今現在、もうこの時点で2024年の動画を投稿しているといったところですね。はい、早めにあの仕事を終わらせて年末年始めっちゃ休んでやろうと思ってます。はい、すいませんマスターデュエル運営さ、1月のなんか1日とかにあんまその仕事しないからさ、逆にめっちゃありがたいんだよね。僕はあの配信ってか動画投稿者という仕事をしてるじゃないですか。一応その好み的な話で、その1月1日に診断が実装されるゲームとかもあるわけですよ。例えば、まあ、遊戯王デュエルリンクスっていうゲームの話をすると、1月1日の0時に毎回毎回あの診断が発売されるっていうのが地獄みたいなことが起きまして、毎年ですね、私1月1日0時から生放送をするというね、本当ゴミみたいな時間帯から仕事をしていたわけですね。毎年遊戯王マスターデュエル、すごいね、やっぱりちゃんと休んでくれるんですよ年末年始。会社員コナミ社員がちゃんと会社として、これがねマジでありがてえ、マジでありがてえ。これ動画投稿者しかわかんねえだろうなこれ。1月1日なんかくれようと思ってる方もいらっしゃるかもしれませんが、これ動画投稿者目線からすると、1月1日特にそのまあ何も診断とかが発売されないと、特にその新しい情報が、まあ前回もね2013年は確か持ち帰るメイトが実装されたくらいで、ほんとマジで何もなかったんですよ。マジでねありがたいんです、これが実はかなり。はい、なんでまあ今後もね、働き出すのは1月の中そのまあ10日頃からにしていただきたいですね。はい、まあ、一応イベントごとは年越しやってるんでね、マスターデュエル、まあ、サーバーは動いてると思うんですけども、まあ、社員は多分休んでるんで、まあ、僕も休みでいいという話。皆さんは年末年始どうお過ごしでしょうか。いや本当ね、子供ができてからね家族とね年末年始を過ごせるっていうありがたさ、
これをねひしひしと痛感していますね。1月1日0時から生放送しなくていいとと言っていたら支援の感じとかいう最強のカードが手が加わったんで、そろそろデッキの解説をしていきます。まあ、いつも通りのゴミギミックを使っているんですが、セレーネちゃんの効果、まあ、この辺も同じか。結局何をしていいかっていうと、まあ、ドラゴン年なんですよ今年2024年は。辰年になってますね今ね現在。はい、辰年ということで、まあ、ドラゴンモンスターで、まあ、先行ワンキルしていこうということで2024年一発目からゴミみたいなデッキをご紹介していきます。というか多分ね1月の1日から1月の3日くらいまで全部ゴミデッキです。はい、すいません煽りの攻撃表示全部ゴミデッキだよ。やばくない？1月の1日から3日まで全てゴミデッキとなっております今のところの予定は。はい、で、アポロウサ1体で、まあ、そろそろですね、お分かりになった方もいらっしゃるかもしれませんが、ジーランティス君の効果によってですね、何でしたっけこの人、魔導雑貨商人ですね。はい、魔導雑貨商人というモンスター、裏側守備で特殊感、これね、これ最近開発した最強ギミックなんですけども、このジーランティスで魔導雑貨を裏守備で特殊召喚した上で、リバースさせるっていう、でしかもデッキそこに好きなカード仕込めるっていう、まあ、ギミックがありまして、これスカルテッドの効果なんですけども、これで4体素材スカルテッド出すじゃないですか。はい、これ4ドロー入るんですけど、4ドロー3枚戻し入るんですけど、このスカルテッドの効果が手札を3枚好きな順番でデッキの下に戻すっていう効果なんですよ。これがマジで強くて、でリンネル3サイラと、まあ、ブルーアイズある、オルタナティブホワイトドラゴン と、支援の感じ、これを戻していきましょう。でですね、1番スカルテッドの効果使いまして、手札のなんか余ってる、まあ、ドラゴン族モンスターこれ展開しておく。はい、これでね、レッドアイズブラックドラゴンの召喚ムービーを相手に見せつけることもできると。まあ、これだったらリンクスライダーだけなんですけどね、後で。でですね、AD チェンジャーの効果発動します。 AD チェンジャーはなんか裏側守備表示のモンスターの表示形式変更できるんで、おし、蘇れ、起きろ、魔導雑貨商人仕事だ、おらー。これちなみにさっきデッキそこにあのカードを仕込んどいたじゃないですか、支援の患者なんで、デッキの中もあと支援の患者しかないんですよ、魔法トラップカード。つまりですね、これあのデッキの中のカードすべて墓地で叩き落とすが可能となっておりまして、今、まあ、30枚ぐらい近くあったデッキの中のカードすべて墓地に行きますこのギミック強すぎて草、これめちゃくちゃいろんなデッキできそうじゃね。これ墓地にさ好きなカード叩き落とせるんですよ、何枚でもデッキの中のカード。まあ、今回はちょっとドラゴン族を死ぬほど叩き落として、まあ、辰年なんでね、辰年なんで死ぬほどドラゴン族を叩き落としまして、ちょっとね、使いたいモンスターがいるんですね僕。はい、ちょっと今までずっと使いたかったけど、なんかそのデッキが思いつかなくて使ってなかったっていうね、モンスターがいましてですね、それをちょっとげえなもっとさシャカ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 めくっていいよ。だからゴードンで除外するときとかめっちゃ早いくせに、なんかめくる操作マジ遅えな。で一旦ちょっとリンクス召喚などをして、あれですね、盤面というか、まあ、墓地にドラゴン族を貯めていきましょう。さあ、カードを7枚除外することによって墓地から蘇るフェアリーテイル白雪ちゃん。白雪ちゃん、これそれこいつもそろそろ禁止化されそう、もはや。ちょっとどうしよう、2024年いきなり脱法から入るかもしれない、やばいくない？白雪ワンチャンク脱法から入る可能性あるのよ。もうさ、2024年が始まる前から動画撮っちゃってっからさ、これ脱法してる可能性あるんだよな、マジで。診断のリミットレギュレーションの改定、マスターデュエルいつ発表するかとか全く分かんないから、なんか OCG ってちゃんとさ、発表されるんですよね。データだからさ、マスターデュエル舐められてるとか知んないけど、まあ、別にデータだからどうでもなるだろうとか思ってるから、多分コナミ的に。だからね、別にいつ発表するかないです、特に。まあ、これデュエルリンクスもそうね。だからリンクスとかマスターデュエルってなんかいつ発表されるか全く分かんなくて、制限改定が。だからね、これ動画公開する瞬間にもうこのデッキかなり脱法してる方なんだよね。まあ、白雪は別に何でも対応できるんで、まあ、許してください。なんかトリッククラウンとかでもいいです。別にトリッククラウンとか、あとなんだろう、なんかレベル4となるモンスター、ライトロードビーストウォルフとかでもいいわ。はい、何でもいいです。でデュガレスと守護万竜で、これは適当にリンクしてドラゴン族を墓地を送ってるだけです。これ
で、ちょっと支援の患者で相手のフィールド上に、これあげちゃう。これあげちゃう。これあげちゃう。おじさんからのお年玉だよ。おじさんからのお年玉の癖強いな。で、サンサーラの効果。サンサーラの効果によって、自分の墓地のレベル5以上のドラゴン族モンスターを回収。ディープアイズ、ホワイトドラゴンを回収。さらに、自分の墓地に存在する、青き目の、採取の効果。このカードをデッキに戻すことによって、フィールドの交換モンスターを、自分の墓地のブルーアイズモンスターに変換。現れろ、ブルーアイズホワイトドラゴン。効果、ヤシドベーダー。何？てめえ欲望ブルーアイズ破壊したな。てめえ欲望ブルーアイズとホワイトドラゴンを破壊したな。俺の欲望ディープアイズホワイトドラゴンの効果。このカードは特殊召喚して自分の墓地のドラゴン族モンスターの種類かける600ポイントのダメージを貴様のライフポイントに与える。うおっ、いけ、ディープアイズホワイトドラゴン。つー、明けましておめでとうございます。2024年もよろしくお願いします。金河新年2024年はドラゴン年ということでね、ドラゴンの強化が確定していると言っても過言でないと思うんですよね。私遊戯王でもなんで、ま、僕種族の中で、ま、一番ドラゴン族が一番好きなんですよ。遊戯王の中で皆さんどの種族が好きとかあります？僕ドラゴン族が一番好きなんで、ま、今年はねすごく楽しみですね。はい、ブルーアイズ強化とかしてくんねえかな。てか2周年でさ、てかやばい動きじゃないで、2周年記念がそろそろだと思うんですよ。1月のいくつか末ぐらいだと思うんですけど、去年やってたの、ね、2周年記念も多分マスターデュエルやってくれると思うんで、何らかのちょっとなんかあれプレミアム加工何確定パックみたいなあったじゃないですか。1周年はあれまたやってくんねえかな。ちょブルーアイズのねプレミアム加工を、プレミアム加工じゃなくてロイヤル加工か、ロイヤル加工のブルーアイズめちゃくちゃ欲しいんだよね。うん、さあ圧倒的に激キモムーブしてるのはわかるな。これアルティメット激キモムーブをしてるな。おー、いいだろう。俺スマホ落としがなんだこれ、エクストデータも揃えんのか。なんかめちゃくちゃなドローしてんな相手。すごい色のドロー入ってるぞ。新刀竹水マジ強えな。プレゼント効果、ああ何わからん、まるで意味がわからんぞ。除外するカードですか。あ、何あげましょう。まあ悲願でもあげときます。ちょ、君にこれはあれだ、お年玉だ。君にお年玉あげよう。デュアルサモン、わからんな一体全体何が起きるんだこれ。サモンプリントきた。あれか、これダブル図書館混流か。さあ疑似空間でチキンレースの効果をコピーしていく。なんかデッキめちゃくちゃ掘っとるな。プレゼント交換え、ちょ何これ、なんか送りつけようとしない、この人。何らかのカードを僕に送りつけようとしてるってことでいい。セット、はあ、セット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 エクスチェンジ、ええどういうこと。お互いの手札交換ってか。なるほど。ちょ、俺の手札見ないでくれ、恥ずかしいから。クソ雑魚カードしかねえんだよ今。あ、レズキュレット取られた。え、くれるのえ、プレゼント交換でさ、デッキから除外したカード何？ちょ、なんかいただいたんですけど、今左腕をいただきました。こんなもん何枚あってもいいですからね。え、これくれるの？マジ？まあ、くれるらしいわ。え、どういうことだろう？これお年玉ってこと？これお年玉ってことですか、これ？ガトルホック。え、じゃあちょっともらうよ。ありがとう。ありがとう。エンドメイズ？待って、プレゼント交換で除外したの何や、相手これ。え、マジで？マジ？お年玉じゃん。え、これもしかするとエクソディアのこの真ん中のこの玉みたいな、これお年玉ってこと？これお年玉ってこと？これ俺なんかエクソディア入ってないけど、エクソディアの効果で勝ったんだけど。